コゴメグサ族は、ハマウツボカノ族の一つ。一年草または、多年草で、半規生植物。従来のシニエングラー体系、クロンキスト体系では、コゴメグサ族は、ゴマのグサカに含められた。一年草または、多年草で草原に生える、ごく小型の草本。一年草のものは、茎がわずかに分子するか、または分子しないで直立する。多年草のものは、 根際で分子して、株を作り、枝は四方に斜上して広がる。葉は耐性し、強皮心型から高卵形で小型、ほとんど傭兵がなく、2から6体の巨子がある。上部の葉は小さく、上に行くに従って、包容となる。茎の上部に下水を作り、花柄のない花をつける。額は小型、または筒型となり、4列する。果敢は、上唇が2列。 下唇が散列した神経となる。上唇は、かぶと状となり、下関列片は反り返り、下唇は開いて先端が散列し、列片は長大円型となり先端は、浅く凹む。湯髄は、上唇内に4個あり、下側2個が、やや長い。脂肪は2室あり、各室に数個の排種があり、細長い下中が1本あって先端はやや膨らんで、中等がつく。 果実は、扁平なトーラン形、楕円形、または超楕円形の果てで、果実と同長か3分の2ほどの長さの額に包まれ、果てはほうせれっかいして3から十数個の種子を出す。種子は超楕円型で、縦の上があって、開白色になる。世界の温帯から寒帯に広く分布し、約200種知られる。日本には10種ある。和名、学名はイストによる。和名、 メグサ族のメグサは、小米草の胃で、白色の小さな花が米粒を思わせることによる。キコゴメグ草について、メグ草の別名が使われることがあるが、江戸時代は種類を細かくしないで全て、メグ草と呼んでいたためであり、メグ草は族全体の名として使うべきであるとしている。俗名、ユーフレジアは、ギリシャ語で、陽気、爽快を意味し、 古くから言われている視力を増す効を称えたことを言う。ありがとうございます。